こちらの、筆ペンを使ってあやめと書いていこうと思います。中心線まずちょっと決めてしまいます。この辺にしましょう。で、あからやに行くところとかをねよく見ていてください。ここからこうですね、こう来てこうです。大きいですよね。やめ、こういう形で、こんな風に丸みができるようにしたいんです。ということは矢のこの部分がとてもこうね横に大きく出てこないといけないというところなのでですね。そうで、目というのはこんなに小さい、このぐらいでいいっていうことなので、ひらがなの名前の方、あやのさんとかね、あやかさんとかね、そういう方は矢をたっぷりと取ってあげてこうね。で、縦幅はもうこんなもんでいいです。ここからすぐに下に次の、あの文字に移りましょう。で、じゃああやめからそうだな、あやかさん書いてみようか。こっからこう来てこうですね、あやか、こういう感じですよ。バランスとしたら綺麗ですよね。こう顔はね、こっからこっちに分かれるのでこういう風に開けましょう、ね、とてもまとまりがあって綺麗な字です。皆さんもお名前を書いたりするときにひらがなの続け方ちょっと工夫してみてください。同じ大きさで書かないというところ、どういう性質があるのかっていうのを見極めてから書きましょう。はい、では失礼します。